はい、でも今日ペイちゃんです。タコヤコードやっていきましょうということで、今回ですけども進撃のコラボ電動ガチャがですね今来ました。もう一つねこっちのガチャも来てるんですけど、まあ、今回はちょっと進撃のね、電動の方を引いていこうと思います。中身がですね、まずは衣装エレン・イェーガー、俺かっこいいよね普通にね。進撃の巨人はもう全話見るぐらいも大好きだから、今回に限ってはねどれが当たってもいいんだよね。普段衣装いらないなって思うんだけど、いやかっこよくねこれ今回に限ってはマジで衣装でもいい。まだまだね機能あるからね。あと衣装チェンジみたいなね、携帯変化、これ試合中に変化できるってことだよね。やばくないどうしても海を泳がなきゃいけない時とかさ、これになったらバレなさそう。でこれがあれね、核入れエフェクトね。いやかっけえな。いや今回に関してはマジで衣装でもいいわでこれセダンね、今回もセダン、もう電動はセダンしか来ないのかな。なるほどね、放出化すると、車体のダメージが 10% オフになる、 10% 下がる。なるほどね、 10%、 まあまあまあ 10% 結構大きいか。なるほどね、ああ、はいはいはい。で、硬質化すると、さらに性能もちょっとアップするみたいなね。で、M4。M4 も結構すごいんだよね。これが一人称視点の展示機能。で、今回なんかね、三人称視点展示があって。これ何？これは周りからも見れるってことだよね。やばい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 。かっこよすぎる。で、これが、あれか、連続キルのやつね。はいはい。こんな感じに変わっていくよと。で、モードチェンジ、激発辞書、ボイス。おー、結構なるね。物資箱、エフェクト。はい。意外と小さそうだね、エフェクトはね。で、スコープに関しては、はい。おー、ドットね。なんか見やすそうだな。で、ホロサイト、4倍。なるほど。で、まあまあまあ、この辺はいっか。はい。という感じですね。狙いなんですけど、まあ再生数で言ったら間違いなくセダンなんだろうけど、普通にね、進撃は大好きなんで、今回に関してはマジでね、どれが当たっても嬉しい。はい。まあということでちょっと引いていきましょう。最初の10連、お願いします。だから今回に関しては、何普通、通常の電動ポイントに交換とかしていかないから、もう、本当に何が来ても嬉しいから、もうそのまま直で、これを引いていく。おーってか、ネクスト券当たってんだけど。何気にカビ引きしてるぞ。だ今回はマジでね、そのまま、もうぶっ放します、この EX を。だから最後までドキドキ何が当たるかわからない。通常の電動ポイントも、確かね、170ポイントぐらい溜まってんじゃないかな。結構溜まってるとは思うんだけど、あえて、もうこのね、何が当たっても嬉しいという状況はなかなかないんで、あえてねこういう何が当たるかわからないドキドキをねちょっと楽しんでいこうかなと。いやマジで進撃好きにしてはさ、何が来ても当たりだと思うんだよね。今で139まで来たね。あと460で天井ですね。はい、このまままたどんどん引いていきます。いやー楽しみだな、何が当たるかな。まあ強いて言えば何が当たってもいいんだけど、まあ、できればちょっとね、奇跡的に早めに当たってくれたりなんかしたらちょっと嬉しいなっていうね、そんなところですね。はい、いいよ。今のとこ結構金枠もね、当たってるよね。いや、電動ガチャこれがいいよな。この電動を狙ってる間に、金枠とかでさ、十チケとか、ね、金車のチケットとかがどんどん増えていくっていう。もう急に来なくなった。急に金が来なくなりましたけど、今で多分200連ぐらい。おお、来た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 、ありがとうございます。十字剣2枚、こういうのがマジででかすぎる。何が当たると思いますか。僕のね予想では、まあそうだな、前回の海のなんかピンクの時は衣装だったんで、まあ、今回もなんか衣装来そうな気がするんだけど、セダンどうなんだろうね。まあ多分強いんだろうけど、だいたい電動ってさ、出た直後新しいやつめちゃくちゃ強いから、まあ、間違いなく強いとは思うんだけど、正直ね、俺大会とか出てるわけでもないから、セダンに関してはもう今持ってるね、信長とか、あと鳳凰か、あと宮殿堂も持ってるけど、
その辺で割とね満足しちゃってるんだよな。まあそれがさ、クーペの電動とかなんかそういうセダン以外の電動が出たらそれはもう間違いなく車両取りに行くけど、セダンに関してはねもうあすごいな、割と満足してる。おい金幕ね、ありがとうございます。ところはある。まあ M4 もね旧電動のやつは持ってんのか、まあ、だから衣装でもいいな今回マジで。はい、ありがとうございます。まあ、とか言ってると今まで話題に出してない M4 がね当たったりするかもしんない。まあ、M4 もいいんだよなM4 もあれはあれでかっこいいんよ。 M4 でもいいな最近。まあ、あの16と久保の次ぐらいまで今 M4 がね俺の中で上がってきてるから、はい、これで、綺麗に400連になったんで、確かあれだよね、400連以降から確率が上がるんだよね。そうですよね。はい、こっから電動の確率アップということで、残り1万1000金券ぐらいですね。これで当たってほしい。手持ちで幸先いいね、お願いします。そろそろもういつ来てもおかしくないからね。ちょっとドキドキしてきた。もういつ当たってもおかしくないぞ。はい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 、いいよ、お願いします。来い、おい金、オッケーオッケー、金枠は全然オッケーです。はい、うん、来ないね、じらすな来い、いやまだ来ないか、もうそろそろでもなんか来そうな気がする。来い、あー金ね、おーびっくりした、なになに、察してくれ俺がこの時間にログインしてたら察してくださいよ。はい、うん、来ないね、もうそろそろか、来い、いやー手持ちで無理か、追いかけしなきゃいけないパターン、いやーもう来てもおかしくないんだけどな。もう600いってるよね多分、600、230ぐらいいってんじゃない、ちょっと620、あ違う520、あーおー、ありがとう、すごい530、あと70か、ちょっと追加金していきます。はい、戻りました。これで足りるはず、あと70で天井、まあ、できればその前に当たってしょ、おー金枠、なんかめっちゃ今回金枠当たってる気がする、全然いいな。あーすいませんでした、調子乗り発言してしまいました。はい、お願いします、来い、いやーまだか、天井はねっか、これ40連目だよね、来い、おー来た来た、何が入ってるのかこの中に、いやめっちゃドキドキするぞ今回に関しては、マジで何が来ても嬉しい。いきますよ、せーの、オープン、おーっと、エモー、やったー、硬質化の力来ました。おー、こっちで出てくる、バチバチだぞ稲妻が稲妻がバチバチです。うわ来たー、よし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 、ちょっと待って、一回装備していくか。はい、来ました。覚醒とかはないっぽいね、これ。覚醒とかはなしで、もう最初からこのモードチェンジとか三人称展示とかねできるっぽい。かっこいいじゃあ早速ちょっと射撃場でこれ使っていきますか。はい、ということで外観ですね、これが硬質化前のバージョン。おー、エレンの口がぐわー言うたわ。で、これをここを押せばいいのかな。おお、はい、硬質化しました。こっちかっけー、こっちだろう、どう考えてもかっこよすぎる。で、しまうとこんな感じね。で、まあ、しまいつつこう変えられて、はい、でちょっとドットとか見てみる。おお、こういう感じね。で4倍が4倍つけるとこういう感じ。これ硬質化すると変わるのか、硬質化すると、おお氷っぽくなってる。ドットが、あ、いいね、なんか見やすそうな感じ。でなんか一人称、おお、あ、これが三人称、おお、すげえ、あ、待って、携帯変わってるぞ。あ、リュックでやんなくていいの、リュックでやらずこっちで変化できる。おお、すげえ、めっちゃ便利機能これで、一人称、あ、これね。はいはいはい。まあ、これは、こういう感じっすね。ちょっと撃ってみよっか。激アボイス。おお、音結構激しいぞ、これ、激アボイス。おー、いいね。エフェクトあんまり大きくない。逆にいいか、これくらいのサイズ感の方が見やすくて。
で、これで形態変化させるとエフェクトとかも違うのか。ちょっとこっちバージョンでも打ってみよう。あー、なんかちょっと違うか、ちょっと違う気がする。あと軽く弱くなった、気のせい。あ、ほらほら違うよね、やっぱりね、やっぱ違うわ。エフェクトも2パターン楽しめる、素晴らしい。かっこよすぎんだよな、これで形態変化するの。なんかやっぱほら、こっちの方がなんか強く感じるわ。多分気のせいなんだろうけど。いや、これ M4 いいな。これは使うわ。はい。まあ、ということでね、今回は電動の M4 を取りましたので、この M4 をね、まあ、どうしようかな、取ろうかな、みたいな悩んでる人はね、よかったら参考にしてみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。おやすみ。最後までご視聴ありがとうございました。電動のセダンさ、何種類かもう結構出てるけど、未だに最速のセダンは電動で出てこないよね。皆さん最速のセダン何か覚えてますか？バットマンっすよ。ゲリラで禁止になったやつ。もはやもう伝説だよね。